はようございます。今日の入場番号はエースナンバーということで、パスルにとってはあまり嬉しい番号ではありません。まあ、今回はですね、結構新台が導入される週の初日ということで、まあ、全部で5機種ぐらい今日入るのかな。まあ、そのうちの一角を、まあ、売っていこうと思ってるんですけれども、まあ、めちゃくちゃ悩んでます。バッファローマンの発音について。バッファローマン合ってる？首かしげられました。まあ、今回はその発音を修正するとともに、まあ、実際にホールで、まあ、どのくらいこう暴れてくれるのかっていうのを今日は体感していきたいなと思っておりますので、まあ、とにかく現行のスマスロの中でもかなり荒いと言って間違いないと思いますので、その荒さに飲み込まれないようにしっかり戦っていきたいと思います。ありがとうございます。取れるかな。音が聞こえて、あー取れないかもしれない。うん、取れないですね。ちょっと全部埋まっちゃってますんで、とりあえず、まあ、今回は、まあ、町の戦いからスタートしますんで、しばらく待機します。嵐の新台考察 TV。 改めまして皆様こんにちは、パチスロ必勝本の嵐です。というわけで現在14時半、ようやく台が加工できました。今回はスマスロ筋肉マン死人の悪魔超人編を打っていきたいと思います。すでにですねアップされております、設定6実戦も導入前に行わせていただいた、まあ、動画の方で基本的なゲームの流れなんかは一応解説させていただいておりますので、まあ、もしこの動画を見てちょっとなんか分かりづらいなってなった場合にはそちらもご覧になっていただけると幸いでございます。まあ、とにかくですね、限られた実戦の中で、そして朝一から打てない状況の中で何か発掘したりとか、あとはまあ展開見せられればと思っておりますので、この後もしっかり頑張ってレバー叩いていきます。最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。皆様の友情パワーを貸してください。さあ、というわけで、開店から4時間半が経過した段階で一応開け台が出ましたので、確保させていただきまして、これから私の新台考察 TV が始まります。まあ、一応この4時間の間に、まあ、あの新台まったり TV っていうのもやってたりするんで、あのその動画が上がった際にはぜひそちらもご覧いただければと思うんですけれども、現状今、まあ、2000枚弱へこんでしまっている台ということで、まあ、データ表示機が2738ゲーム、これが通常時オンリーなのかどうかちょっとわからないんで、まあ、もし通常時だったらとすると、まあ初当たり的には391分の1という形になってますので、まあまあそこまで良くないで、現状はですねちょうど150ゲーム回ったところなので、あのメニュー画面開くと一応キャラがデフォルト筋肉マンなんですけど、ミスターカーメンが出てるので、この詳細がまだ分かってないんですけれども、例えば滞在モードとか、なんだったら、まあ、悪魔超人系はもしかしたらその SP ポイントの下とかもやってるかもしれないんで、まあ、一応ちょっと特殊な画面が出てる状態からスタートできるっていうのが、まあ、一流の望みかなとは思ってます。じゃあ早速打っていきましょう。で、打ち方なんですけれども、まあ、左ディール、第一手推奨機種なので左ディールに青バーを狙いつつ、まあ、残りのディールは子役のこぼしが発生しないので、まあ、あとは、成立薬を見抜くために、まあ、残りのリールも狙っていくみたいな感覚で打てば問題ないかなと思います。まあ、通常時は基本的に、規定パワー到達での初当たりを目指していく形になるんですけれども、規定パワーが1ゲームあたり基本1万パワーずつ増えていくんですが、そのパワー特化ゾーンが存在しておりますので、状態のいいところでレア役を引くとその特化ゾーンに入りやすくて、まあ、特化ゾーンに入ると一気にそのパワーを貯めることができるんで、実際のゲーム数よりもギュッとこう時間を凝縮して早い初当たりが目指せるような形になりますので、まあ、まずはその突入を目指しながら打っていこうと思います。で、規定パワー数を管理するモードが全部で3種類ありまして、まあ、A、B、チャンスで、チャンスに滞在していると、まあ、300万パワーが、マックスパワー、いわゆる天井という形になりますので、まあ、チャンスにいると速い当たりにも期待できるよっていう仕様になってます。で、あとはですね A と B 違いはあんまりその天井パワー数に差はないんですけれども、
何が違うのかっていうと、まず A から B に移行すると B から A に転落することはないみたいなんですね。まあ、なので、まあ、初当たり取った後のモード移行抽選だと思うんですけど、例えば B からの方がチャンスに上がりやすいとか、まあ、単純に B の方が規定パワー数早めが選ばれやすいとか、まあ、そういった差があるんじゃないかなと思います。で、冒頭で触れた SP ポイントっていうのが、まあ、AT 中の、状況をかなり有利にする、まあ、SP モードの発動のためのポイントになってまして、 AT 初当たりごとに、まあ、1ポイントずつ、まあ、1ポイント以上なのかな、で獲得していく形になりまして、まあ、規定ポイントに到達すると SP モードが発動すると。で、 SP モードが全部で3種類あって、まあ、レア役を強化するものだったり、まあ、あとはもういきなりそのバファローマンと戦えたり、いや上位 AT のチャンスだよみたいなのもあったりとか、あとはその継続性能を大幅にアップする、まあ、そういった SP モード3種類ありますので、まあ、いずれも発動すると、まあ、ロング継続、さらには上位 AT のチャンスになってくるというような形になります。で、おそらく有力感が同一の時は、しっかり持ち越されていくと思います。逆に有力感切れちゃうとおそらくリセットで、一応有力感切れた時は初期ポイントが優遇されるっていう、まあ、要素もあるので、まあ、現状の状況だと、まあ、サマイ数がプラスにならないと基本有利感は切れないはずなんで、まあ、だから結構もしかしたら SP ポイントが溜まってるかもしれないというような形になっております。なんとかここで、お、ティニゴのカットに入った、8点、おかえりテリーマン、おーしおしおしおし、まあ、赤タイトルなんでこれはいくでしょう。はい、ありがとうございます。さあ、これで正義貯金チャレンジ。さあ、背景にまず注目、今回青背景ですね。ただシダの時にもあったんですけど、もう最低ポイントでなんとなく内部状態分かりそうで、まあ、プラス5が出ちゃうと見た目まんまの青背景の正義貯金チャレンジ、まあ、ジャックチャレンジみたいな感じですかね。で、赤背景の方を強チャレンジとすると、まあ、強チャレンジ選ばれ率に設定差があるんじゃないかなと思ってるんですけど、さあ、バードロイすれば大量ポイント、まあ、今回10でした。まあ、内部的にリプレイなんで、まあ、リプレイでもらえるもんもらったって感じですね。10ポイント、おう、3桁ない50ですね。いやー、でもでかいでかい、80パワー、80万パワー取れたら、まあ、結構でかいと思います。さあ、ジャッジメント、まあ、400とかでは厳しいと思うんですが、これはズレンダ、はい、シダで6打った時はマジであの赤背景のさ正義超人チャレンジ多かったじゃん。まあ、ちょっと名前が長いんで、青背景の正義超人チャレンジをこの動画では青ちゃんで、赤背景の方赤ちゃんってちょっと略させていただきますけど、やっぱめちゃくちゃ赤ちゃん率高かったんだよね。しかも見た目青ちゃんでも内部赤ちゃんみたいなのも多かったんで、まあ、その辺の体感の差が今回得られるとすごく勉強になるかなと思ってるんで、ね、マウンテンの煽りが来て、はいはい、ゲームその煽りですね。で、基本的にこの炎エフェクトが3段階まであって、まあ、3段階まで進むとかなり期待度高いと。でもなんか今の炎ちょっとでっかく見えなかった、俺の気のせい、なんか気持ちでかかった気がしますけどね。だからなんかいきなりなんか2段階なのか3段階なのかいったような気もするんで、ちょっと期待しましょうか。こういうのはやっぱ打ち込まないと急には反応できないんで、一個一個学ぶ気持ちで、おお、いきなり来たね、マーソー、これで書き換わっ
たってことっていいのかな。そうだよね、筋肉マンに書き換わってで一気に決めてくれると。あーもう震えてます台が。ありがとうございます。さあそれでは7人の悪魔超人、まずは7を狙ってテンパイボイスに注目です。地獄で会おうぜ、手本のセリフではないですね。なんでちょっとあの確認させてください。ちょっとさすがにまだ覚えきれんので。あら6セット以内にバファローマン乱入濃厚って出てますけど、これ1セット目に来たら引き戻し以外だと多分 SP 発動なんですよ。ちょっと行きましょう、あるかもしれん。この画面はいつもだよね。ちょっとドキドキしちゃう。そうだよね、ここまで一緒だよね。で、あのミートの体を取り戻せっていうタイトルが出るんですけど、それ紫だったらバファローマン乱入らしいんで楽しいですね。バッファローマン SP ですよ。噛んじゃった。いや本当よ本当よ。だって紫だもん。そんなに簡単に来ますか。いやしもちゃん、はい、もうそんなこと言ってる場合で絶対通さなきゃ。これあのもし通せれば残りの6セットがスーパーヒーローモードって言って、必ずあの継続になりますんで、ジョイエティクンス、あのジョイエティのチャンスの、悪魔将軍とのバトルにたどり着ける。参ります、ヘロスキモスト。来ますよ皆さん。ななあれ、あこっから乱入するのかな。あ確かに確かに乱入ですもんね。乱入だもんね。ちょっとまああの初めての体験なんで、まあ見ていきましょう。でスプリングマン、まあシナリオで言うとそんなに多分強くないかな、キャラとしては。まあ、とりあえず、弾はつかなかったんですけど、メシア薬っていうものがありまして、この内部的に点灯する可能性もあるんですけど、そのメシア薬っていうのを引くと必ず V ストックもらって継続っていう形になるんで、まあとにかくレア薬を引いた時には、ついてない段階でレア薬を引いた時にはお願いバトルバトルついてっていう、こう祈りながら消化できる形になります。いやでも俺の記憶違い、本当に来るよこれ。来ましたね。で、基本的には7セット目に出てくることが多いんですけど、まあ、引き戻しだったり、あとはこういう、まあ、特殊な抽選で1セット目とかに出てくる可能性がある。でどこで勝っても恩恵は一緒なので、もう勝った状態から絶対7セット完走が確約されるみたいな感じになりますから。メシア役はスイガでした。つまり左リールが滑ったら、悪魔将軍バトル一角になります。震えるぞ。怖い、大丈夫か。はい、で、ここのゲージが解放されれば解放されるほど勝利期待度アップという形になります。オートマンが怯えてんすよ。さあゲージは真ん中、いけるのか。あークライマックスの色も普通ですね。オートマン、まだだ、まだ残りゲーム数もある。ここでスイカを叩き込んでウォーズマンを応援する。これはダメですかね。ダメ？ない？
ない？ああまあでも、まあ、ちょっと僕は安心してますよ。やっぱりこうあのね、完全に今の自力じゃないですから、はい、そんなもう前任者の方のふんどしで相撲を取らせていただくのもちょっとあれかなと思ってたんで、いいでしょう、こっからが俺の本当の戦いです。まあ、一応なんでそのバッファローマンが出てきたのかみたいな補足も一応いただいていいですか。はいはいはい、一応初当たり7回引いてたんですよ。で、7ポイント僕が SP ポイントの抽選を受けた状態から打ち始めて、僕が初当たり引いて計8ポイントになって、まあおそらくその8ポイントの段階で規定ポイントに到達したんで、まあバッファローマンが出てきたんじゃないかなというのが現状の推測です。おそらく、まあ、もう SP ポイントが放出されたのでまた1から貯めていく形になるんじゃないかなと思います。でおそらくその SP モードが3種類あって、バッファローマン乱入っていうのが多分一番乗るかそれかの、まあ、SP モードじゃないかなと思いますんで、まあ、あの終わってみると、あの打つ前はですね、これバッファローマン乱入が一番いいかななんて思ってたんですけど、終わってみると、やっぱシナリオ7か8が選ばれる、継続モードの SP、 そっちが良かったなーなんて思っちゃったりもするのが人間の弱いところなのかなと思います。あー、そうですね、普通にチャンスモード上がったんだな。じゃあブレーンバスター、ナイス。さあテリーちゃんが勝利してくれまして、追加投手が、わずか2本で済みました。総投手17本。一応しもちゃんに聞いといていい、はい、バッファローマンに勝つまでずっと乱入してくれるみたいな、そんな要素はないよね。さすがにそこまでは甘くはないんじゃないですかね。分かってますよ。ただ、はい、このゾーンだとどうなんでしょうね。120ゲームプラスアルファの引き継ぎ、まあ、引き継ぎではあるんですけど、ただまあ1セットで終わってたんですよね。そうか、引き継ぎじゃん。一応あの実際のゲーム数が120ゲームプラス前兆分で、初当たりを引くことができると AT の状態を引き継ぐんですよね。例えば3セット目で終わっちゃった場合、次は最大4セットまでにバッファローマンが出てくるよっていう状態が引き継がれて、で AT が再スタートみたいな感じになるんですけど、1戦目にバッファローマンが出てきて負けた状態はどうなるのか分かんないんですよ。もしかしたらまだバッファローマンが出てくれば引き継ぐかもしれないんで、ちょっとこれはかなりいいサンプルが取れるんじゃないかなと思います。そんな甘くない気もしますけどね。いやー、分からんですよ、分からんですよ、そこは。先輩ボイス、ほら地獄で会おうぜ、引き継いでんじゃん。これもし負けたら絶対自力で、あのいっぱい、パワー貯めてその規定ゲーム数内に当てても有効なんで、これやった方がいいですね。もしここで本当にバッファローマン1戦目出てきたら、120ゲームプラスアルファ抜けるまでは絶対やった方がいいってなりますね。うん、まあアトランティスね。煽りがでも来ない。来た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 ぜ。いや、やっぱ引き継いでるわ、やっぱ引き継ぐんだ。いや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 、アラスさん、こんな状況そうそうないっすよ。多分2度は負けられんね。行きましょう、マジメシア役だよ、メシア役。全く一緒だね、本当に。いやでもいいサンプルは取れたね、本当にね。だからモードお、あ、荒さん、僕今の演出見覚えありますよ。しもちゃん、はい、わしもや。これはレア役しさ。滑ったら一角
ックです、いろんな意味で。いきます、ノーリア、あいやまだだ、右レールの中段にリップが止まらなければ強制リーなんだよ、メシア役と一緒ですから。さあさすがに隠したいな、これ。いきます、ニンニキニキニキニンニキニキニキニンニキニキニキニン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 着地に、あーなんでー、ただまあわかんないですからね、メシア役だったら 100% ですけど、まあ、着地役だってね、あの希望はあるかもしれないんで、行きましょう。あアドバック、もうなんとか自力で1000万パワー貯めるぐらいの気持ちで行くしかないんじゃなかろうかと思います。とりあえず、とりあえずだよ、正義超人チャレンジあったよ、マジで。そうですね、そうそうそう、ほんとそれで、一応正義超人チャレンジ中に強力薬を引いたら直撃とかもあるんで、あ、そうですね、そうそうそう、はい、そのルートでぶち当ててもいいわけですから。オッケー、よし、やったりましょうや。赤ちゃん来い、赤ちゃん、赤ちゃん来た、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、よし、強力、強力、あれ、お、チャンスベル、マーマイジャック、あれ、あるぞ、あるぞ、あるぞ、ちょっと待って、一回ちょっと待って、何これ 笑っちゃうんだけど、あ、あるあるある、あるよ、つかちょっと待って、これどういうこと、700なんてもらえんの、790だから813か、いや届け届け届け、こんな熱いジャッジメントないけど、どうでしょうね、文字はなんか普通の文字でしたけど、これはもちろん連打で楽しみましょう。痛い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 、この辺この辺この辺、ダメこれね、はい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 はーい、ダメだダメだ、万が一の B、 万が一の B、あ、来た当たりましたね。一応ゲーム数は、29ゲームなんで、まあ、しぼちゃん、はい、俺は今勝利を確信したよ、29ゲームって言ったね今。あ、はい、肉ですよ、おお、こんな運命的な、そして3度目の正直という、まあ、日本に長く語り継がれていることわざもありますから、これは絶対勝ちます、頼む、カジマのクソ力じゃ、ああ、もう間違いないね、今んとこ傾向的にはスイカじゃ、スイカを引いときたいね、マジで。あ、こういうパターンもあるんだね、はいはいはい、もうバッファローマン乱入のエースに関してはスペシャリストになりつつあるよ、びっくりしちゃうんだよ、これで俺でも赤ついたらちょっと嫌なんだけど、なんとか入れ替えてもらえませんか、さっきと、
ダメなんだウォーズマン。こんなんもうチェリーじゃないと許されないレベルよ。いきます、ドローラーか。いでよいでよ、なんでだよ、なんでだって。お願いします。冷静になりましょう。おそらくさっき B で当たってます、617なんで。ということはつまり B かチャンスにいるんで、で超過分が100ぐらいあるんですよ。あら195あるからね、何度でも戦おうぜ。筋肉マン筋肉マン筋肉マン、王者以上筋肉マン筋肉マン。甘くはありませんでした。これがやれてれば。デフォルトですね。はい。ああこの画面か。ああ510枚。まあ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 、よし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 、391ゲーム、645万パワーで、この後にセリフが続くといいシナリオをしたなんですよね。お、モンゴルファン、もう終わりはしない終わりはしますね。さあこれ出てこないともう気まぐれだったってことになりますよ、いろいろ。おいおい驚かせてくれますな。大丈夫、復活します。ダメみたいです。ミスターカーメン言うてなんだかんだ初当たり結構重ねてますからね、はいはいはい、そろそろポイントも近いんじゃないかと思いたいですね。悪魔超人キャラに変わってますから。まあメニュー画面がミスターカーメンだったんで、打ち始めた時と同じ状況に戻ってきたんですよね。だからもしかしたらバファローマン乱入してくるかもしれないんで、次の当たりで。さあ、総投手高級ですね。なんとか、まあ何にせよここで発動しなかったとしてもちょっと一回出玉を作りたい。はい、デフォルトです。スプリングマンか。まあスプリングマンは基本デフォルトか、デフォルト以外のパターンだったら結構確か強かったはずなんですよ。さあな
来ましたよ。いや緊張しますね。トンボーイ、デビルトンボーイ、おーっ、いやー、違う、中野さん、この戦いに何に注目しますか。先ほどですね、ジャクシリーを引いてたんですね。始まってからじゃないとダメ説ない。今肉ランプも一瞬点灯しまして、やっとこの音聞けたよ。でモンゴルマンでしょ。よーしよしよし、肉持ってるよやっぱり。よしよし、はい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 、よし、もう俺の怒りの正義超人パワーが炸裂する時が来たよだな。そういうことよ。ウルフ抜いてねえぜ、抜いてないのよこっちは。そろそろ強制いいよ、サクッと。また努力がつけばいい。ここまで投資という名の努力を重ねてきた俺にとってメッシは努力だ。よし、で今一応シナリオをしっかり整理しました。まあデフォルトボイスでデフォルトのキャラ選択なんで、シナリオ1を確保してます。でそうすると3セット目まだ結構厳しいんですよ。ただ、4セット目からは、65% 以上になるんで、どのシナリオでも最低でも。だからそこまで行く権利はもう取ってますから、ようやく僕にも反撃のチャンスが来たと言えるんじゃないかなと思いますんで、ここでさらにメシア役をもう 1,2 発叩き込むことができれば、マジでバッファローマンとの再戦ありえますからね。きたー、ケール、ちょっとさ左で分かっちゃうな。だから一回中押ししてみない。ああ、中押してみようぜ。じゃあ青葉を狙ってみます。チェリーじゃないのこれ、チェリーじゃないの。ああ、嫌な予感がする、嫌な予感がする。おい、そーらー、はい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 、よし、来たぜ。マジで火事場だからね、こっちは。財布はもう燃え上がってんだよ。入れときたいよ、ここはチェリーを。チェリー、あー、貯金はなくなりましたよ。ただ最低でも65%ある。これだー、これだー、スイカ、スイカ聞かせて、やばいかもしんない。ちょっともうダメだ、使っとこう。ここは負けられないんだよ。いやー、ドキドキのキャラ、キャラ確認のお時間がやってきました。まあでも確実に悪魔超人側にはなってるね。ただスプリングマンはあんまいいキャラじゃなさそうな気がしますけど、まあやっぱ規定ポイント近いってことではあるんだろうな。見てくれ、よし
OK、まあ、一撃でやっちゃったんでちょっとあの規定パワーは分かんなかったんですけど、やりました347ゲーム持ち込み残り248枚。まだか、さっきはここで復活したよ。ドビンク、さあさあそろそろ SP モード発動してもいいんじゃないか。650万パワー262ゲーム持ち玉残り99枚。ウルフ、まあ時間的にも次の初当たりで SP モード発動しなかったらちょっと厳しいかもしれないですね。まあ次でもし SP モード発動の形跡が見受けられなかった場合は、まあ規定ポイントが近づいてるのは多分間違いないと思うんですけど、悪魔超人のメニュー画面は。ただまあ先が長い可能性もあるから、まあ過信は禁物っていう結論になりそうですね。まあ、実際悪魔超人の画面が出てからもうすでに3回、そうだね、そのぐらいは引いてるんで、まあ、それこそ悪魔超人のキャラで勝つ強めのキャラって言えばいいですかね、まあ、上位のキャラ、まあ、そういうのが出てたら、まあ、ちょっとあと 1,2 回かもしれんなって狙ってみるのはありかもしれないですけどね。ブラックホールとかその辺の、というわけで正義超人チャレンジ788万パワーようやく B 点に届く。そして多分これが最後の初当たりになるでしょう。お、ナイフ赤ちゃんだ。いやー、もしかしたらっすよ、なんかあと1回初当たりに挑戦したいってなった時にこれ持ち越した分で助かる可能性があるかもしれないから、大いに越したことはないよ。はい、200、これはだいぶ持ち越しました。807、639ゲーム総投資73本でございます。さあ SP モードの発動はあるのか。ラストアタック、暫定ラストアタック参ります。たまには挟んでみるか。なさそう。これはなさそうな雰囲気があります。だやっぱ遠いんだね、だいぶ遠いっていうことが分かったかな。ただまあバハロマ SP じゃないだけかもしれないでね、まだ分かんないでしょ。お、ミスターカーメンついちゃえ、つかない。一応ミスターカーメンが1戦目の時点で3以上に期待、はい、本当ですか。で、まあその3以上に期待以外のパターンだともう4以上チャンスだ、はあ、最後まで神やで。まああの負けるつもりなくやってますけど、これ負ける可能性も一応ありますからね。赤文字いっぱい出てたから嘘でしょ。最後まで俺の寿命を揺さぶってきやがるぜ。さあ頼む、スプリングバックバンバン噛んじゃったけど、スプリングバン以外でいい夢見させてくれ。やってくれるぜこいつは。まあシナリオさんってことはここから 50% だね。もし、ああそうか3だから、まあでも1回 A 挟むよね多分。頼む、マジでスイカが、本当にスイカが来てね。
シナリオ SP で2戦で落としちゃいましたってことにはならないだろうな。ただ俺には180ある。最後にどうだい B からのチャンス以降君ずーっと B いるから。だから幸いにもまた見れるよ。マウンテン、まあ一応、まあ、200近いから、まあそこだけ見よう。というわけで、まあこれ以上はちょっと時間的にもう厳しいだろうということで、まあ、本来だったら多分絶対やめない方がいいタイミングな気はするんですけれども、まあここは泣く泣く、まあいろいろ検証を続けた結果今回は実らずに、まあ実戦終了という形になりそうです。でまあ一応ここまで打ってきて僕なりのちょっとデータ表示器を使った考察していきたいなと思うんですけれども、まあやっぱりこう連チャン数が単発とか2連が続いている状態、これは SP モードがやっぱり発動してない状態の可能性が高いと思うんですよ。ちょっとメニュー画面見てみようかな。紫じゃんってなったら、要はまだ SP モード発動してない状態で SP ポイントが溜まってる可能性が結構期待できるかなと思いますので、まあ、今後は SP ポイント狙いとかもできる可能性はあるんじゃないかなというのはすごい感じましたんで、ただ、まあ、あくまでも今日の僕みたいに、まあ、2000ゲーム3000ゲームかかっても SP ポイント取りきれないっていうことももちろん起こりうりますし、じゃあ SP ポイントの最大規定ポイント何ポイントなんだっていう情報が出てこないとなかなか安定した ASP ポイントの狙いの立ち回りはできないんじゃないかなっていうのをやっぱりこの負けの中で痛感しましたんで、これをぜひ皆様の参考にしていただけたら、今日の僕の考察 TV かなり意味あるものになるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆様も僕の屍を越えて立ち回り組み立てていただければと思います。その他の考察についてはエンディングで話させていただきます。さあというわけで新大考察 TV 史上最高の死闘が幕を閉じました。まあ、結果から振り返りますと、投資が73本、3358枚で最後287枚獲得しておりますのでマイナス3071枚という、まあ、大敗になりましたけれども、じゃあ具体的な敗因は僕多分とんでもない期待値の台最初拾ったんですよ。もうバッファローマン SP の台を拾ってるんで、まあそういった意味ではそれをしかも2回もループさせてもらっといて生かせなかった、大きなチャンスを与えられたのにものにできないとやっぱり洗い台っていうのはこうなるよねっていうのはすごく本当に痛感しましたので、まあそれは負けて当然だと思います。まあ本当に今回3台ありまして、真ん中の台実は万枚やっぱり出てちゃんと万枚近くお持ち帰りしてる台なんですけれども、まあその台やっぱり金トロフィーも出てましたし設定もあったで、もちろんその方が本当にうまいところでうまいタイミングでレアク引いてチャンスを生かしてたので、本当にその生かせるか生かせないか、そしてもちろん土台には設定の良し悪し、この2つが重要になってくるのかなっていうのは本当隣の台を見てて自分の台と比較して思いました、改めて感じました。でじゃあ実際に僕の台とお隣の台、そして、前回ショールームさんで打たせていただいた設定6の挙動全部をやっぱり統合してみると、正直初当たりはぶっちゃけ僕の台の方が良かったまであります。それなんでかっていうとモード B に僕はいたんですよね。でお隣の方はやっぱり900超えて A の天井に結構行ったりもしてたんで、まあそういった意味では初当たりの軽さっていうのはあんまり短いスパンでは差が出てこないのかなと思いました。じゃあどこに違いがあったのか、まず通常時は本当に僕ずっと言ってましたけれども、赤ちゃん、まあ赤チャレですよね、本当に、左側の台も僕の台と比べると全然その赤が出てきてて、でショールームで打った時も僕赤だったり内部赤だったりすごい多かった印象があったんで、対して今回僕は本当多分3回か4回ぐらいしか行ってないんですよ。だからそういった意味では本当にこれは解析が出てこないと断言はできないですけど、次打つ時は僕はかなり赤チャレに赤ちゃんにかなり意識して打つんじゃないかなっていうふうに思います。通常ではそこが強いんじゃないかなって思いました。で、AT 中の要素
やっぱり、設定1と6でだいぶ出玉率に差があって、初当たりにはそこまで差がないってなると、絶対 AT の要素に結構大きな設定差あると思うんですよ。で、僕が体感してたのはまず、メシア子役のシナリオ、それがですね、もう全然僕は1個しかつかなかったんですけど、やっぱりお隣の方の台とかはメシア SP じゃないところでも多分2セット目にいきなり2個ついたりとか、まあ、シナリオがちょっと良さそうだなっていうのを感じたんで、まあ、もしかしたらまずそこの振り分けにまず一つ差があるんじゃないかな。あとは継続モードのシナリオですね、まあ、やっぱり高設定ほど上位シナリオが選ばれやすい、やっぱりこう AT の継続性能、さらには上位 AT への移行性能、ここでは絶対差があると思いますので、あの僕の台を打った感想としては、低設定は本当に多分少ないチャンスをものにしないと僕みたいな結果になりやすいと思いますので、皆さんもですね、今回僕の、実戦、かなり悪いとこがいっぱい出た実戦だったと思いますので、これを見てこういう台は粘っちゃいけないと、じゃあ逆の挙動の台を粘ろうっていうのを、心がけていただければ、人は3000枚負けると滑舌が回らなくなりますっていうのを最後の私の考察に添えて、今回はこれで終了させていただきたいと思います。よろしければ、嵐よく頑張ったとか、いやそんな台を打ったら負けるの当然だろうとか、まあいろんなご意見あると思いますんで、コメントに残していただけると僕励みにしますし、それも血肉にして次回必ずパフォーマンス募ってこういう頭にしてやろうと思ってますんで、元気をください。それでは今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメント何卒よろしくお願いいたします。